マスクが曇らないメガネのかけ方っていうのはこうです。こうします。マスクを上げるかサングラス、またメガネを下げるか、これだと曇るんですよね。これだと曇らないです。キャンセルの電話は未だに増え続けているんだけど、どのチームも菅平のことを本当に心配してくれてて、すごい悔しいよね。どうにもならないけどね。チームの方だっていろんな大会が中止になったり、チームの方だって大変なんですよ。みんな菅平のことを心配してくれて、こっちも申し訳ないし、悔しい気持ちは一緒だからね。本当に申し訳ないってみんな謝ってくれるんだよね。そんなのさ、申し訳ないとかっていう問題じゃなくてどうしようもないじゃん。こっちが謝られることじゃないから。それはどこのホテルの人に聞いてもそう。みんなキャンセルの電話もらって、菅平のことみんな心配してくれてるって。でもラグビーの人たちはそうなんだよ。ラグビーだから菅平に根付いてくれたはずなんだよ。そういうラグビーの人たちの思いに応えるには、ね、合宿の聖地として菅平は生き残らないと。そのためには今止まってる場合じゃないと思うから、まあとにかく今は菅平を思ってくれるたくさんの人たちの気持ちが本当に嬉しいし、こういうことがあったから気づきますね。まあ、菅平も好きだし、菅平の人たちも好きだし、菅平に来てくれるみんなのことも好きだし、2020年の夏を忘れられない夏にしたいっていうのをテーマに掲げてるんだけど、何もしなきゃさ最悪の夏になっちまうから、たまには全力でやりますよ菅平のこと。応援よろしくお願いします。それじゃあチャンネル登録お願いします。We are 菅平です。